核爆発の効果について解説する。大気圏内で発生した核爆発については、エネルギーはオー以下イカの4区分により放出されている。蒸気は一般的な核兵器の場合であり、中性子爆弾などによっては、エネルギーの分配が大きく異なる場合がある。水中や地表、地下等で爆発させた場合も、エネルギーの分配が異なり、衝撃波を発生させる。 核爆発に際しては、最初に放射線が放出され、ついで熱放射が出される。放射線により発生した火球は、数百万度の温度となり膨張し、衝撃波、爆風を発生させる。また火球により、上昇気流が発生し、キノコ雲が生成され、放射性降下物を周囲に散布する。核反応により発生した放射線により、大気中の原子が冷気され、 温度が上昇、高温、高圧の火球が形成される。この火球は数百万度の温度を持ち、表面に衝撃波を形成しつつ急速に膨張する。火球の膨張が停止する段になっても、衝撃波はより広範囲に爆風となって拡散する。大気圏内核爆発においては最も直接的な被害を引き起こすものである。高高度大気圏や宇宙空間においては、 大気分子が少ないために、火球の生成は活発なものとならず、放射線として放出される、エネルギーの割合が高くなる。そのため、高度が高いところの核爆発であるほど、爆風の影響は減少する。爆風の外側への拡散の後には、強風が爆心地に向かって逆に流れるが、これは膨大なエネルギーによって、爆発中心部の空気が、 四方に発散しほぼ真空状態になるためである。爆風の風速は秒速300メートルを超える場合もあり、それは数秒間持続する。衝撃波も含めて人工物や人体に対し致命的な打撃を与える。着物の色の濃いところに熱線が集中したため、文様が体に焼き付きやけどした女性核爆発に伴う火球からは紫外線、可視光線、 赤外線領域においても、多量の電磁波放射を伴う。多量の赤外線は、核出力に連動する光線の持続時間や光線量などにも影響されるが、木や紙等の可燃物を燃焼させるには十分な威力を有する。なお、天候の影響を受けやすく、多湿な環境であれば、熱放射は阻害される。広島市への原子爆弾投下においても、 木造建築物の火災発生が見られた。核爆発の熱放射に伴う火災は同時多発的であり、集合して大規模火災に成長する危険性がある。大規模火災には風が流入することで高温を発生させる扇風火災と火災が徐々に燃え広がっていくコンフラグレーションの二つがある。扇風火災である場合、その高熱と燃焼反応によって多くの人を 熱傷、窒息死に至らしめる。コンフラグレーションの場合、比較的避難の時間があるが、各爆発においては、熱放射による火傷や放射線、爆風により負傷していることもあり、迅速な移動が困難で被害を拡大させる。また、人体においては、火傷の発生のほか、可視光線による網膜損傷、赤外線による網膜火傷などを負う場合がある。なお、 人間は体の30%以上の表皮が熱症になるとショック状態となり致命傷となる。また物体の色による温度吸収に大きな差が発生する。爆撃機においては核爆発の熱放射を避けるために白色塗装が行われていた。また実践において核兵器が使用された広島及び長崎の被爆者においては 色の濃い部分が熱線を吸収することによって衣服の柄が皮膚に焼きつく例も見られた。各爆発によって発生したガンマ線は大気中の分子に作用しコンプトン効果により自由電子を作り出す。これらは電磁パルスとなりアンテナケーブルなどを通じて防護されていない電子機器を使用不能とする。低層大気圏中においては濃密な大気の影響によりその影響は 限定的となるが、高層大危険中における、核爆発においては、ガンマ線がより遠くに届くこともあり、広範囲に影響を与えるものとなる。これにより、情報通信機器への障害が発生すると考えられている。核反応に伴って中性子線、ガンマ線、アルファ線などの電離放射線が放出される。放射線の強度は、爆心地ほど強く、距離が離れるに従い、その強度は、 急速に減衰する。減衰度は種類によって異なり、ガンマ線は中性子線より減衰度が小さい。そのため、爆心地付近においては放射線中の中性子線の占める割合がガンマ線より高いが、爆心地から離れるに従いガンマ線の割合が高くなり、より遠距離までガンマ線が到達する。電離放射線は放射化生成物をもたらし、キノコ雲や爆風により、 周囲に放射性硬化物を散布する。放射性硬化物の散布範囲は気象条件に大きく左右され爆風や熱放射より広範囲に影響を与える。放射性硬化物からも二次的な放射線が放出される。物質にもよるが大半が短命に崩壊する物質であるので49時間で100分の1、2週間後には1000分の1にまでその線量は 低下するると考えられる人間は短期間に600レムの染料を浴びれば致命的な病気を発生させ数週間のうちに絶命すると推測されている450レムであれば被爆者全体の半数が致命的な病気にかかり命を落とすが半数が生き残り300レムならば被爆者の10%が死亡し 50レム200レムならば、めまいや抵抗力が低下するなどの症状が現れ、50レム以下ならば、実覚症状はないが、何らかの損傷を負っている、可能性が高い。遺伝的な影響も懸念されるが、放射線影響研究所による、約1万2千人を対象にした調査によると、被爆2世への遺伝的な影響を示す証拠はない。ただし、 放射線と生体の影響については科学的な論争が存在する。人体に対して核効果は相互作用することが考えられる。例えば核放射線と熱放射の相乗効果を考慮した場合、放射線を大量に浴びた人間の循環系には大きな損害が与えられ、熱症の回復力が大きく低下することが動物実験で示されている。すなわち、 放射線さえ受けなければ回復する熱症であるにも、かかわらず、回復不能で死に至る場合が考えられる。地下、地表核爆発の効果の一つとして、大規模なクレーター生成の可能性が挙げられる。この際、小規模な地震の発生も伴う。生成されるクレーターの規模は、爆発威力や爆発震度による。かつてはこれを巨大な葉っぱとみなして、核爆弾を土木工事や、 爆風消火に利用することも研究されていたというが、爆発後長期にわたり、残される放射能汚染の問題は解決できず、実用には至らなかった。平和的核爆発も合わせて参照のこと。一地上被害半径ではなく、核爆発の中心からの影響範囲、日命的なものを10グレー、障害発生を1グレーとした場合、核兵器の開発の初期には、 大気中の窒素原子燃焼説が唱えられたことがあった。大気中の窒素が核反応により酸素と炭素に変わり、それが燃焼するというものであった。この説に従えば、地球の大気中で一度核爆発を起こせば、地球の大気中の窒素原子が連鎖的に燃焼して、地球上のすべてが灰溶化してしまうことが有料されていた。これは後に、 現実の各実験により否定されている。トリニティ実験では関係者の間で賭けの対象になったという、ありがとうございます。